えー、慶応義塾大学法学法部の大江でございます、えーまあ、先ほどお話があったように、危険な科学技術に関する情報の規制と自由を考えるとういうテーマでお話をさせていただきますが、えーまあ、あの当然です、当然というか、まあいわい、情報規制というか、表現規制、一般の問題と切り離しては議論できませんので、その流れで、えー、お踏まえた上で多少お話をしていこうと思います。はい、次、お願いします。 一応、まああの、こういう形で事例をいくつかあ踏、ま、確認した上えで、理論的検討をしてで、今後に向けて何が問題になっていくかという話をしたいと思っています。次、お願いします。はい、まず、1、えっと、つのホットトピックになっているのは、えー、鳥取県の有害図書指定の問題ですね。えー、この2月に、まあ、発覚したわけですけれども。 サンサイブックスから出版されている書籍3点が鳥取県の青少年健全育成条例に基づいて有害図書として指定されましたと、その結果として、アマゾンでも購入不能になったということで、まあ、出版社からそういう情報がリリースされたりですね、いろいろと議論になったことをご希望の方も多いかと思います。 ちょっと特徴的なのは、まあ、有害図書指定されてアマゾンで買えなくなるっていうこと自体これは途上例などがぐって結構ある事態なんですけれども、今回、指定対象となったのが、いわゆるまあポルの系のものではなかったということで、裏グッズカタログ、ありえない工作辞典、ありえない医学辞典という、まあ、だからあのやや危険情報というか、裏情報みたいなタイプの書籍だったということなんですね。 これあの指定に対して不満に思った出、まあ当たり前ですが、出版社が情報を開示請求をしたところ、問い合わせたところ、鳥取県からは、このと例えばこのありえない工作時点の指定理由については、服屋やレーザーの詳細な作り方が掲載されているとこういうことがもあの理由として示されたそうです次お願いします。 はいえー、先ほど申し上げましたが、根拠は県の青少年健全育成条例でして、おそらくこのうち、えー、著しく青少年の粗暴性、または残虐性を誘発しまたは助長するものという規定を使ったのではないかというのは、ほは基本的にポルノ関係なので、まあ、それに当たらないだろうということからまあ推定されるわけですね。で、先ほど出たようなアマゾンの反応がなぜ生じたかというと、この条例には直罰規定があって、 えー、有害図書については、青少年への販売が禁止されており、えー、違反者に対しては罰金刑、えー、30万円以下ですね、常習、えーえー、の場合には、えー、懲役刑も課されると、懲役6月、または罰金50万円以下という規定になっている、あのもちろんというか,なんていうか法罰、法人の場合には、量罰規定がありまして、えー、直接の行為者だけではなく、法人も処罰対象になると。 ということです16条2項にあるんですけれども、インターネットの利用、その他の方法により、鳥取県内において全項に規定する行為を行ったすべての図書類の販売等を行とするものを適用するということが条例上、明示されていますので、まあ、これはもう危ないと、このまま販売を継続して、うっかり鳥取県内の顧客、未成年者に売った場合には引っかかるっていうのが、アマゾンの判断の背景にあるというふうには、一応考えることができようかと思います次お願いします。 もう一つの事例は、これも先ほど荻野さんからお話があった通りです、安倍総理の暗殺テロですね、今年の4月の事件です。4月じゃないよね、えー。ごめんなさい、今年の事件ですね。で、これなんですけれども、えーと、選挙応援演説中の安倍晋三元総理が殺害されたというものですが、えー、先ほどもご説明があった通り、えー、これ、容疑者の自作の銃器火薬によるものと報道されており、 えどうも自宅などで約1年かけて制作したらしいんだけど、えー、武器製造に関するウェブサイトなどを閲覧した記録が残っていたというふうにまあ言われているわけですね。そこからまあ材料の販売制限をするべきだとか、えー、こういった情報を閲覧できないように禁止あのまあ制限をかけるべきだといった議論も聞かれたところですけれども。えー、とこれ原料と ええっと、黒色火薬だったというふうに言われているので、そうすると原料は硝酸アンモニウムとか硫黄とか木炭なんですねあの、どれも別の用途があって、正当な用途があって、あのホームセンターなどで容易に買えるものなので、まあ、販売制限はあの現実的ではないだろうとすると、まあ、情報の方なのかなというのが、このあたりの議論の背景にある話だというふうに言うことができようかと思います次お願いします。 ところで、このような情報規制は、最初に申し上げたとおり、科学技術関係に限られたものではなくて、ここ数年、かなり議論になって展開されてきた流れだということはできるだろうと思います。その一つの表れが、えー、今年の7月に施行された侮辱罪の厳罰化でして、これは2020年に、当時話題になりましたが、えーっとまあ、リアリティショーですね。 に出,て出演していたプロレスラーの木村花さんという人にインターネット上で誹謗中傷が殺到したという事件があって、それを苦にして木村さんが自殺してしまったと、こういった事例を踏まえて、ネットでの誹謗中傷対策というのを強化すべきだという意見がまあ出てきて、従来は交流または科料のみが適用されるとされていた侮辱罪について、つまり具体的な事実の適時なく他者を侮辱するような発言について、 えー、懲役金庫かまで課せるようにすると、えー、懲役金庫罰金ありということで厳罰化が図られました、えー。交流過料も選択可能なので、えー、下はそのまんまで上の方を上げましたっていう改正ですけれども、えー、これ、懲役金庫ありということになると、まあ、事例によってはあ、服役と、実刑判決を受ける服役ということが、まあ、ありえないわけではないですし、えー まあこ,こ,このあたりが適用されると、例えば失職するとかね、公務員が、えー、そういう規定に抵触するケースも出てきます。また、警、え、護、ー、64条の反対解釈で、というか交流過料のみが選択可能な罪については、補助、強さはないんですけれども、えー、罰金まで、罰金、懲役がつきましたので、えー、主犯だけじゃなくって、ほ助犯や強座犯についても処罰可能になるということで、 処罰範囲の明らかな拡大が生じましたと。まあ、こういうことですね。次、お願いします。さらに言うと、おまあ、2018年のサイトブロッキング問題というのも想起されるところです。これは皆さんご承知かと思いますが、漫画村という、えー、リーチサイトがありましたと。えーまあ、漫画等のデータを不法にインターネット上にアップロードしているサイトではなくて、 そういったサイトへのリンクを集中して掲載することによって、えー、多くのファイル見たい人が、えー、自らのサイトを通過していくとで、その際に表示される広告収入を吸い上げることを目的としたサイトだったわけですね。えー、リーチサイト、リーチというのは、これ、ヒルのことでして、まあ、だからヒルのように規制して、中々と利益を吸い上げると、こういうタイプのものだったわけです。 でこれがまあ多額の一室利益を出版社にもたらした、出版社から奪い取っていったっていうふうにはまあ言われている、どのくらいかっていうのははっきり分かりません、えー。当時、コンテンツ海外流通促進機構が試算したところでは3000億円っていうんですけど、まあこれは合法的な海外からの版権収入が年間4500億円ぐらいらしいので、まあ嘘でしょう。 っていうことは指摘されています。えー、課題に過ぎるだろうと、えー。2022年の7月になって、えー、出版大手3社あ、具体的に言うと角川集英社、小学館が、えー、これあのマン村の運営者に対して、えー、損害賠償請求訴訟を起こしました、えー。この3社の主張している損害額は約19億3000万円、えー。これもわかんないです。 えっと、3社の額だけでこれなので、実態としてはもっと大きいかもしれないし、えー、この3社は、えっと、漫画村を通った閲覧1件ごとに本1冊読まれたとすると、この金額って言ってるので、そんな1冊ごと上げてたっけみたいな気もするので、まあ分かりません。まあ、とにかく、しかし、まあ何十億っていう桁になるかなっていうのはあ思わなくもないので、まあ、莫大な損害とは言えるでしょう。えー、そこで、まあ、先ほど申し上げたとおり、サイトブロッキングですね。 インターネットサービスプロバイダーの手によって、こういった漫画村等のサイトに対する国内からのアクセス自体を遮断してしまったらどうだろうかということが検討されることになったわけですね。えー、と事案としては最終的に、えー、とクラウドフレア。 というこの漫画村をの情報展開をしていた、えー、そのサイトのっけて,いて、サイトの,その伝達を援助していた、えー、ネットワーク業者に対する情報開示請求がアメリカで成功して、えー、その運営者が誰かということはつかめましたとで。最終的には刑事訴追が行われ、2021年6月に有罪確定することになりましたと、まあ、こういう事件です。次お願いします。<laughs> えー、先ほど申し上げた通り、このサイトブロッキング。 だから、どんどん膨れ上が放置すれば、どんどん被害が膨れ上がっていくので、なんとかしなきゃいかんだろうということを、まあ、議論した結果、政府の知的財産戦略本部が、これはやろうということを提案して、民間事業者に要請し、NTT 系のプロバイダー3社は対応を表明したんだけれども、まあ、日本インターネットプロバイダー協会は反対をしました。なぜかというと、憲法上も規定され、電気通信事業法にも定められている通信の秘密の侵害に当たりますと。 こういうことあるいは、まあ他のお団体ですけれども、えー、憲法上の検閲に当たる可能性があるということで、このあたりが批判の対象になったわけですね、えー。結果的にインターネット上の海賊版対策に関する検討会議というのが政府で持たれたんですけど、ここでも大激論になって、まあ、見送り、えー具体まあ、この議論やっている間に先ほど言ったような別ルートの対策が成功してマンガムロクロー、漫画室、クローズされちゃったので。 まああのまあ、じゃあ、やれないよね、やらないよねということになって決着したと、まあ、こういった事態です。次お願いしますしかし、なんでこんなサイトブロッキング提案っていうのが出てきたかというと、実は実例があったからなわけですね。児、え、童、ー、ポルノについてですが、これはやっぱり問題が大きくなっているという指摘を受けて、2010年に犯罪対策閣僚会議がまとめた児童ポルノ排除総合対策ということで提案がなされて。 えーまあ、これも激論にはなったんだけれども、えー、つまり一方では自由な情報流通を維持しなければならないし、先ほど述べたように通信の秘密の保護っていうのは事業者の義務でもあるわけですね。えー、で、こういうことをやっていいのかっていうのは議論になったんだけれども、しかし、まあ、被害は深刻かつ甚大であるということで。 えーまあ、第三者の法,法律上の利益ですね、法益を守るためにやむを得ざる最低限の措置ということで、刑法37条に定める緊急避難に当たるだろうという見解が取りまとめられて、まあ、2011年4月から実際に動いているわけです。えー、ただし、えーまあ、政府がこのサイト、このサイトというわけではなくて、それをやったら、まあ、本当にあの検閲に当たってしまう可能性が出てくるので。 民間事業者、民間の努力によって独自にアドレスリストを作成、管理しましょうということで、このインターネットコンテンツセーフティ協会というものを設立が設立されて、業務に当たっておりますと、こういう話になるわけですね。はい、次お願いします。というわけで、このあたりまでが、つまり今、科学技術に関するものが焦点になってきたけれども、実はもともと長く考えると、振り返って考えると、しばらく前から、 このインターネット上の自由な情報流通というものに対する制約の必要性ということは繰り返し主張され、まあ、一部は実現してきたのですよねということの再確認ですえ。ところで、じゃあそれをどうやって我々それに対して我々がどういう議論をするべきかということを考えていこうと思います。次お願いします。はいえー、しかし、このように事例を確認していく中からもうすでに見えてくるのは、 そこで、これは危ない、これはよくない、ぜひとも規制すべきだみたいに言われる、いわゆる危険な情報、まあ、危険情報とか有害情報とか呼ばれるものの内容が極めて多様だということですね。その危険性っていうことにも、実は多様な意味が込められていますということです。一方では、確かに情報自体による危害というものを、我々は想定する、認める必要があるだろうと思います。 まあ情報はものじゃないんで、当たって人が死ぬということはないですけれども、しかし、情報によって、ある情報が展開されたことによって、社会的信用が低下し、そこから例えば経済的な損失が生じるということもあると。あるいは、特にプライバシー暴露系の情報の場合には、それによって社会的地位が決定的に低下して、まあ、ちょっと嫌な言い方をすれば、世間様に顔向けができないような。 あ状態を生じさせて事実上その人の社会生命を絶ってしまうということもあるかもしれません、えー、先ほど今言及しましたが例えばリベンジポルノというのはこの例であってまあ、プライバシーの重大かつ深刻な暴露をすることによってある人に非常に回復の困難なダメージを与えるものだということができるわけですね 次に、誹謗中傷や名誉毀損について言うと、これは社会的信用の低下がメインであって、しかしこれは一応は回復可能なものだというふうに想定をされています。例えば、名誉毀損については、訴訟上の救済としても謝罪広告が命じられることがあり、これはそれをやったら被害が回復するよねっていうふうに考えてるから、我々が認めてるわけですね。 つまり、えーと、報道が間違いであったとっいう場合に、間違いでしたごめんなさいという広告を世間様に打てば、ああ、あの報道が正しいと思って、あの人信用できないと思ったけど、間違いだったねというふうに社会の側が思う、えー、社会的信用が回復するということがあるのだと、こう考えられるわけです。えー、これと比較すると、先ほど申し上げたリ,リベンジポールノっていうのは、あまあ、リベンジポールノだけじゃなくて、プライバシー系っていうのは、それができないわけですね。 例えば、被害発生後に救済として、えーまあ、2チャンネルに書かれちゃった携帯電話番号については皆さん忘れなさいとかね、えー、ウィニーに放流されちゃったリベンジポルノについて皆さん消去してくださいって言って、実際そうなるわけがないわけですよ。一旦オープンになったものは二度とクローズにならないっていうのがプライバシーの深刻なところで。 このあたりに、まあ、同じように危害危害、それ自体が危害にあたる情報でも、濃淡の差っていうのはありますねっていうことも指摘できるわけです。えー、これさ,さらに、これよりは弱いタイプのものとして、まあ、情報自体がどう危険なのではないが、えー、他の危険なものが助長されるでしょうっていうタイプのものが考えられます。例えばですが、互い行為の支援促進扇動にあたるもの。 まあ、ある種のテロ描写っていうのは、これに当たるかもしれません、えーまあ。あくまで例えばで偶然の例だと思って聞いていただきたいのですが、えー、元首相の暗殺者を英雄のごとく描写するような映画というものが仮に公開されたとすればあ、それはこれに該当する可能性が出てくるという批判は少なく出るでしょう。あるいはレイプシーンっていうのはこういう可能、こういうものに当たる可能性があると、まあ、たびたび批判されるところであり、 しかし、このような表現による先導効果というのがどのぐらい実際にあるのかというのは常に議論になるところですね、えー。さらに最近では、このような明確な互い行為だけではなくて、社会の中でコントロールされている、制約されている、制限されている行為を描写すること自体が良くないんじゃないですかというような議論もしばしば展開されています。まあ、ポルのそれ自体。 ってのもそうで、えー、性行為自体は、まあ、多くの成人はやるんだけれども、未成年者に対しては、まあ、コントロールしているわけであって、えー、その未成年者に対する性的欲望を喚起するような描写ってのは、やっぱりよくないんじゃないかしらみたいなことはしばしば言われるわけですね。えー、もう一つの例は、実は喫煙でして、えー、まあ、最近のテレビドラマなんかだと、お昭和前期とか、 大正時代とかを舞台にしているはずなのに、出演人物が誰もタバコ吸わないみたいなことがあるわけですよね。えー、そんなことなくって、当時の人たちはプカプカ捨てたんですけれども、そういう描写をすること自体が、えー、もはや有害性が明らかであるとされてこあの、コントロールの対象になっている喫煙という行為の助長に当たるんだという批判が、まあ、強まっていったわけですよね。で、さらに、えー、そのようなものですらない。 それ自体としては、中立的な行為に関する情報提供についても、やはり差し支えがある、よくないっていうようなことが言われるようになってきたのが、えー、最初に申し上げたまあ安倍首相の事案であるとか、鳥取県有害図書の事例だというふうに言うことができるでしょう、つまり、えー、別に例えばパチンコとかつあの、パチンコの作り方とかも載ってたんですけど、えー、それの作り方を覚えたところで、人に当てるかどうかはさっぱりわからないわけですよね。 え別にその布団に向かってバーンって,って、ま、満足するだけかもしれないわけだし、場合によっては正しい音のもために使うかもしれない、つまり自分の畑を荒らす鳥を脅かすために使うかもしれないんだけど、えー、とにかく悪用される可能性、危険性があるんだからやめてしまってはどうか、制限してみてはどうかみたいなことが主張されるようになってきているんですよと、まあ、こういう話になるわけですね。次お願いします えー、そこで、どのあたりまで許されるかみたいなことを考えていかなければいけないのですが、失礼。今申し上げたように、このあたりにものすごく大きな多義性、多様性があるということを前提にしないと、非常に大きく対象を間違うよねっていうのが、えー、先ほど言及したサイトブロッキングのお話が具体的に示すものだというふうに考えています。どういうことかというと、 児童ポルノの案件では確かに緊急避難としてのサイトブロッキングを認めるべきだという見解がまあ政府の検討でも取りまとめられたんですけれども、どういう理屈でそこに持っていったかというと、児童ポルノというのは、本人に責任が全くないわけですね、同意能力がないですからま、あまあ形式上の同意はひょっとしたらあったかもしれないけれども、それは神聖な法的な意味を持つ同意ではないわけです。 しかもそれによって、その子供の頃のヌードとかね、特殊な行為に関する記録というのがインターネット上に残ってしまって、それが消すことのできない、まあ、デジタルタトゥーですよね、として永遠に流通し続けることになりかねない。それはその子の子供の人生に回復不能で深刻な損害を与えるであろうというふうなことは懸念されたわけですよね。だからこそ、先ほども説明しましたが、形式的には違法だけれども、 その第三者に対する損害回避のために必要かつ最小の措置としての緊急避難として、サイトブロッキングを正当化することができるんじゃないかというのが当時、議論に加わった刑法学者なんかもギリギリの結論として出してきたものだったわけですね。ところが、漫画の違法アップロードについて言うと、もちろん被害を受けた側に責任はないですが、あくまで金銭的な損害なんですよね。 非常に悪い言い方をすれば金目の話であって、そういうのは後で訴訟で回復してくださいっていうのが、一応建前論としては言えるわけです。まあ、実際には、先ほどのように2桁億円なんみたいな金額を請求したとして、払えるか、ね、回収ができるかって言ったら、それは難しいところもあるだろうと思います。だけど まあでもじその十何億円っていう数字が、じゃあ先ほどの出版大,者大手3社の財布に対してどのぐらいのインパクトのある数字なんですかっていうことも考えると、まあ、インパクトはあると思いますけど、1人の子どもの人生をほぼ完全に破壊するものとは違うんじゃないですかということは、やはり言えるだろうと思うんですよね。えー、事故に回復が可能なのだとするならば、それを事前の違法措置によって、違法行為によって差し止める緊急性というのは、 やははりななないいいととうことになるのではないか、えー、繰り返して言うと、このあたりに、えー、有害性ですね、情報の有害性とか侵害の緊急性に応じて、やれることやるべきことは変わってくるっていう性格が隠れているはずで、えー、その問題を検討することなしに、とにかく1回やったんだからできるんだろうみたいなことを政府が言い出したのが、えー、その漫画村サイトブロッキング事件の最大の問題点だったんじゃないかと。 ういうふうには個人的には思うところですね。えー、次、お願いします。で、このあたりから見えてくる、もう一つあの気にしなきゃいけないことっていうのは、情報というのが常に相対的だということなんですね。えー、特定の情報が何を意味しているかというのは、解釈者や解釈の動機に依存します。あのー、なんですかね、えー、まあいいや。 えー、例えばですけれども、同じ情報を見て、そこからどのような感情をかきたてられるかということについても、多様性がありますよね、えーまああの。ごめんなさいね、ドラゴンカーセックス X っていうあの話があるんですよ、えー。アメリカで表現規制が行き過ぎてしまった、行くところまで行っちゃった結果として、なんかあのドラゴンが車を襲って性交渉を始めるのに興奮してくる人間が出たみたいな、あくまでインターネットミームで。 本当のことがどうか分かりません。極端な性癖の例として語られているものですけれども、えー、しかし世の中ですね、確かに、まあ、女性を真空パックに詰めて、空気、キゅーっと抜くのに性的な興奮しちゃう人も中にはいるみたいですし、なんかこう、究極のポルノグラフィーみたいな話、限界ポルノグラフィーみたいな話、あの女性が縄をかけられて転がっている横で職人がそば打ちを延々とするみたいなのもあったと。 まあ世の中、何に幸福人が何に興奮するか分かんないってのは、それは事実であって、その時にすべてを考慮して、あらゆるものをポルノグラフィーだと規制してしまえば、これは明らかな過剰規制が発生するわけですよね。えー、解釈者によって情報の意味が違う以上を、その中のどこまでを考慮対象にしていくかということは、常に議論に開かれているということになるはずです2つ目です。 その情報の必要性というのも社会の中にはあり、あるわけですね。ある可能性があるということです。あの、例えばですけど、あの、無修正の男性でも女性でもそうです。外世紀の写真が大量に載ったし出版物って、日本国内に存在しますし、買うことができます。行くところに行けば買うことができます。あの、何言ってるかっていうと、まあ、当たり前なんですけど、医学書でして、あの、 正確な写真とかの記掲載せずに参加員を要請することができるわけないんですね。ですから、医学書にはそういう写真がもちろん無修正で載ってますし、それが出版されていて購入することができます。ただし、その辺では売ってない、アマゾンでは売ってないわけであって、医学書の専門書店に行って、私は医学生でございますとか医者でございますっていうことを証明した上で、 売ったり買ったたりり買しますとこういうこことになっているわけですこういうように、世の中には一般的にはいらない、あるいは有害であるかもしれないけど、一部の人には有用かつ不可欠であるという情報も存在するわけであって、それはやはり考慮して規制をデザインしないと、えらいことになりますよねということになる。で最後が、両面性と書いておきました。 あの有名なあのサイトで、失敗知識データベースっていうのがあります。えー、典型的には、だから労災事故なんかがどういう状況で、どういう理由で発生したかっていうことを大量に収集して、どこにぶ問題があってこうなったかっていうのをまあ分析してあるサイトなんですけれども、これ、もちろん、作ってある皮川の意図としては、そしてほとんど多くの閲覧者の意図としては、事故防止のためのサイトです。 こういう労災情報を見て、自分はやるまいとか、うちの職場のあそこ危険じゃねえかなっていうのを考えて、再発防止対策を取るための情報だとして公開されているわけですが、ひっくり返せば、そういった危険性のある状況を作り出す、あるいはあえて放置しておくことで、確率的に発生する事故によって、自分の憎んでいる人間を死に至らしめるようなことに使えないところのものではないわけですよね。 あの例えばまあ法学部に行くとあの法医学の勉強をしたりするんですよ。えー、あの自分で死んだ本,本来の,水あのか受水自殺ですねじ、えー、水に入って自殺したっていう死体と、えー、例えばち、えー、と窒息死させた後で水に放り込んで自殺を偽装した遺体ではどこが違うかっていうようなことは、国名に教科書に書いてあるわけ。 ですね、それはもちろん、法医学を学ぶ者の意図としては、教える者の意図としては、法執行に携わる人間がそのような知識を持つことによって、犯罪捜査を正しく行うと、それによって犯罪対策を進めるために、えー、そういう勉強をするわけですけれどもあ、それはもちろん逆用できるわけですよね。法医学の知識を得て、ここまではバレるから、バレないようにやるにはどうしたらいいだろうみたいなことを考えることにも使えると。えーノウハウ類 というのには、必ずこういう二面性があるわけで、ある人にとって有用なものは反対側にも有用なんですよね。そのことを忘れて、一方にあるリスクだけをもとに規制について考えると、これもえらいことになる、具体的に言うと、労災事故を起きっぱなしになりますよねというようなことは指摘できるわけです。このように、情報の意味やその解釈をめぐって大きな相対性があるということを前提とするならば。 先ほど言ったように、必要性と規制の危険性がそあの共に存在するみたいなことがあるとすると、当然ながらその間には調整原理というものが必要になってくるはずです。えー、どういうところ、どういう理由でどういうところまでの規制を認めるかということについて、きちんと議論していく必要があるだろう、こういうことになるわけですね。次、お願いします。<laughs> その際に、大体我々われが踏まえておかなければいけない議論というのが2つある。 1え一つはハームプリンシプル、危害原理と呼ばれるもので、これはジョン・ステュアート・ミルが主張したリベラリズムの古典的な原理だということができるわけです。具体的に言うと、え典型的には政府を考えるわけですがえ、政府によって強制的に禁止可能なのは、他者に危害を与える行為なんだと。えー、その願意というのは大きく3つありまして、 一つはしたがって自己危害というのは対象外ですよと。自殺を例えば犯罪としてえ取り締まるべきではないですということですし、他者に対する影響があったとしても、それが危害に及ばないものであれば、それは規制してはならないということです。例えば、誰でもいいです。一昔前だと堀江門みたいなものかもしれません。インフルエンサーが非常に豪勢な生活を見せつける、送っていることを情報発信して、SNS で情報発信し見せつけることによって、 我々の中にはこう、うん、悔しい、妬ましい,そっていか、そねみ始めるやつがいて、えー、それは私の心を傷つけるかもしれませんが、まあ、しかしそれは危害ではないよねってわけですね。えーそのまあ、インフルエンサーの意図的な行為によって、そのような帰結が意図されていたわけでもないし、えー、そのようなあの直接的な痛みを与えるものではないようなものまで取り締まり対象にしていたら、このように自由な領域では残らなくなるわけですね。 えー、だからそういうものは除外しなきゃいけない。3つ目は、えー、強制によらない対応というのは対象外ですよ。だからあの、それは良くないんじゃないかって批判するとか、あるいはそういうことをやる人間とは付き合えないって言って、人々がバラバラと遠ざかっていく分には、それはご自由ご勝手なんじゃないですかっていうのが、ミルの考えたことですね。で、この危害原理っていうのは、基本的にまあリベラリズム社会、リベラリズムを尊重する社会で広く共有されている基準であり、 これを当てはめると、確かに一部の情報については、取り締まってもいいのかもしれないということも言えるわけです。えー、現実に危害を生じさせる情報ということで、先ほど言及しましたけれども、児、ま、童、あ、ポルノが典型ですけれども、回復不能であり、あるいは深刻であるという場合には、予防的対応も含めて、取り締まり規制の対象にしてよろしいのではないかというところは、まあ、疑わずに言えるだろうと思うわけです。次、お願いします。 ところで、20世紀に入ってくると、危、え、害、ー、原理だけではダメなんではないかという指摘もされるようになってきました。えつまり、危害原理は先ほど来申し上げている通り、典型的には苦痛を直接与える行為のような積極的な害に焦点を当てたものですが、それ以外に、そういう意味での痛みではないけれども、 私、他者による利益の享受を妨害するようなものってあるんじゃないですかっていうことが、まあ、指摘されるようになってきたわけです。えっ、ー、と、ニューサンスという言い方をしますが、その典型は騒音とか振動とか悪臭であって、例えば、まあ、隣の人がですね、えー、ハードロックが大好きで、えーお、巨大な音でボンガボンガ鳴らすという環境だと、 隣の家は部屋のうちの中でモーツァルトを静かに楽しもうと思っている私の選択の自由が妨げられてしまうかもしれない。そうすると、こういうものをコントロールなしで放っておくわけにはいくまいよという議論が展開されたわけです。ただし、じゃあこれ、他者危害原理と同じように、政府による禁止の対象にするべきなんですかっていうと、そうも言えないんじゃないか。これも同時に指摘されるわけです。というのは、 そもそも他者がいるから、今言ったような騒音振動悪臭って問題になるんですけど、物理的な他者がいないところで、何やっても別にそれはいいじゃないですか、誰に迷惑がかかるんですかっていうことは言えるわけです。例えばですけど、えー、孤島でバーベキューやって草屋をいくらこう焼こうがですね、それでこうなんか匂いでなんか食事できなくなっちゃったんですけどみたいなこと言う人はいないはずだと。 他者が物理的に不在な場合にまで、それを禁止する必要はないのではないですか。もう一つは、意味的に存在しない場合っていうのは、要するに、同じ趣味を持つ人が集まって、その人たちしかいない空間の中で、例えば騒音,騒音とか振動がドカンとかに生じたとしても、別にいいわけですね。えー、まあ野外での爆音ロックフェスみたいなものを考えたときに、とりあえず近隣住民のことはいないものとして、 えー、そういうイベントだよっていうのを理解して合意してそこにいる人だけが集まっているという状況で流される爆音っていうのは彼らにとって迷惑でもなんでもなくって、えー、むしろ自分の趣味思考に合った喜ばしい情報だということになるわけですこのように他者の有無というのが状況によって変わるよということを前提にするとそのすべてを排除するということは明らかに過剰規制になるだろうということは指摘できるわけですね次お願いします そこで、えーまあ、これで20世紀の、まあ、アメリカの法哲学者なんですけど、ジョエル・ファインバーグという人が提唱したのが、不快原理と呼ばれるものです。えーまあ、彼の提案を受けて、広く、まあ、あ一般的に普及するようになった言い方なんですけれども、えー、先ほどミルのげ、えー、危害原理が出てきたような、他者に危害を与える行為だけではなくて、 深刻な不快を与えるものについても規制の対象とすることが正しいというふうなことを言ったわけです。ただ、ちょっと注視していただかなければいけないのは、これ、あの、定約になってるんで、私も不快原理って言いましたけど、単に、ちょっとイラっとくるとか、不愉快だよねって話をしてるんじゃないんですね。あの、アンカンファタブルじゃないんですよ。 快適な状態、カンファタブルが損なわれたから直ちにアウトっていうんではなくて、オフェンスなんですね。オフェンスっていうのは別の,あの訳し方をすると反則ですよね。サッカーのオフェンスとかね。そういう言葉です。つまり、あのルール違反に当たりかねないような深刻なものについて、それをオフェンスと位置づけているわけですね。えだから その現実にそのような深刻な不快を受ける人というのがいなければいけないあの。誰かがこれを見て不快に思ったらどうするんですかみたいなことを言ってるんじゃないんですね。実際に同じ状況に置かれた多くの人は不快に思うし,思,うし思っているっていうことが必要であると。さらに言うと、強度や持続性というのも必要であって、えー、例えば騒音にしたときにあの、なんか 例えばタイヤが爆発して、カーンってことが一回しましたみたいなもののことを言ってるんじゃないんだと。そういうことは偶発的なことは可能性的にあるのであって、そうじゃなくて、継続的に例えば騒音が流されることによって、私が幸福を享受する機会が継続的に奪われる場合にそれは問題とするんだってこういう話をしている。最後に、回避可能性とか需要の問題を考えなきゃいけないって言います。 えー、需要っていうのは、これ、言語はボレンティーって言うんですけど、えっとに、分かりやすく言うと危険への接近です。つまり例えば、えー、空港があります、頻繁に航空機が発着します、その時は音がしますっていうのを知った上で、えー、その近くの不動産に転居してきました。その上で、うるさいですって文句を言うっていうのは、これは社会的に配慮する必要がないよねって議論ですね。 分かってて、あえてその危険に近づいてきたんですよね。その時にあなたが不快を現実に感じているとしても、それは社会的に対応する生きものではないですよって、こういう原理です。えー、回避可能性も似ていて、えー、つまり、まあ分かりやすく言うと、あのー、まあもう滅びつつある業態ですが、レンタルビデオ屋さんの18っていうの,の,のれみたいなやつですね。ここから先には性的にエクスプスシットな えー、性的な表現がありますよっていうのを明示した上で、明示して区分した上で、その向こうにあえて踏み込んだ人間が、これはもう性的なもので、私は不快になりましたって言ったって、それは配慮する必要ないでしょう。こういう話をしているわけですね。で、このように、自己と他者の、思考の異なる自己と他者の生活空間が重なり合ったときに、その両者を調停する手段として、 このオフェンスプリンシプルというのが位置づけられるんだっていうことを考えると、つまり他者がく物理的にないような、えー、大草原の中に孤立して住んでいる場合には、この不快原理とほぼ適用される余地ないわけですから、やっぱりその密集して我々が生きていて、例えば音とか匂いの影響範囲が重なり合うっていうところに、この問題が出てくるんだっていうことを考えると、今述べたように、お互いの距離をどう取っていくか。 物理的な距離のこともあるだろうし、先ほど言ったのれんのようなものによって遮断される距離、アクセスに対する距離っていうこともあるでしょう。とにかく、その自他の境界線とそこに対するアクセスをどう調整するかというコントロールが、規制の内容としては重視されていくことになるわけですね。次お願いします。ところで、 先ほどのように多くの人がそれは不快だと思うという意味において、ある種の共通評価があるものについては不快原理でいいわけですが、より一層難しいのは、ある人にとって有益であり、従って他の人から勝手にアクセスされては困るというような形の、えー、両面性がある情報の規制ということになろうかと思いますで。この点について参考になるのは、例えば不正競争防止法における営業秘密の概念でして、 例えば顧客名簿みたいなものがこれに当たるわけですね。自分にとっては有益であるということが同時に商売きにアクセスされたら困るというリスクも意味しているわけです。この両者のバランスをどう取るかという問題について不正競争防止法が出した答えが営業秘密を保護する条件としての有用性、非公知性、秘密管理性ということになるわけです。 つまりそれは第一に、正しい意味で有用な情報でなくてはなりませんと。例えばですけど、えー、と汚染物質をうっかり垂れ流しちゃった場所の記録みたいなものは、秘密にしたいと思うし、秘密かもしれないけど、保護しないと。ね、それはしゃあの正しい有用性を持った情報じゃないからこ、この規制の意図するところじゃないのみたいなことを言ってるわけです。 それから実際に秘密でないといけない、非構築性ですね。公に知られているようなものを、この制度で保護することはできません、えー。3つ目の秘密管理性っていうのは、これは秘密であり、私は知られたくないと思っていますっていうことを明示し、かつ実際に簡単に取られないようにちゃんと保護しておかないとダメですって、こういう趣旨なんですね。えー、管理意師秘密ですっていうことを明示し、えー、それを 近づいた人間が認識できる可能性を確保することによって、えー、うっかり見ちゃって、秘密侵害に問われるとか、えー、自分は秘密にしたいと思ってるんだけど、相手に伝わらなかったから見られちゃったみたいなものを、えー、保護の対象から除いていますと、こういうことです。でさ,さらに、アクセスの手段が接種などの不正なものであることも要求しています。 つまり規制の必要性、つまりそれは守った方がいい情報なのかということ、それから管理状況、きちんと守ろうとする意思,と負担を,して意思を表明し、負担をしているかということ、さらにアクセス手段の悪質性というものを総合的に考慮することによって、保護への期待と自由の保障というものをバランスさせるような制度として構想しているのだということになるわけですね。 したがって、先ほどから言ってきていますが、有害情報と一口に言っても、その危害性などに応じて、これらさまざまな規制の対応とか、強度というのを使い分けるのが本来必要になってくるであろうと思いますし、最初にできてきた科学技術に関する情報などというのは、実はこの両面性のあるものであって、その、 保護したいとしても自由の保障とのバランスを重視する必要があるタイプのものだということになるはずだということを指摘できるだというふうに思います次次お願いしますさてそれを踏まえてでは現在どういうあたりに論点があって今後何を考えなきゃいけないかということにお話を進めていきたいと思います次お願いします 先ほどですね、えー、特にあのオフェンスプリンシブプに関するところで、アクセスコントロールが重要なこう手段になるはずだということを指摘したんですね。実際、それは確かにその通りになっているんですが、ここが実は今、非常に大きく由来できているところだというのが状況の背景にあるわけです。何を言っているかというと、情報等をど,どのように入手することができたか、我々は情報をどのように入手していたか。 っていう話をし始めるとですね、えー、まあ、えー、グーテンベルグ以降っていうかな、グーテンベルグ以降デジタル化前までは、それは典型的には出版物だったわけですね。まあ、レコードっていうのもあるかもしれませんけれども、えー、とにかく情報というのは本来形のないものであり、その形のないまま流通していくっていうのは、例えば、まあ噂話とかね、えー 口捨てみたいなもので、ないことはなかったけれども、やはり確実にある程度の量の情報を共有していく手段としては無力だったわけであって、やはり記録と伝達の手段の主軸というのは媒体だったわけですよね。で、その媒体を購入すること、えっと、例えば、えー、出版物という情報の載った媒体を物理的に作り出すことが、出版業の大きな仕事だったわけ。 ですしでそれをあとトラックに積んでせあの日本各地の書店に運んでいくという製造・流通業の側面が出版にもあったわけですし、えー、さそれは最終的には物の管理をしてお金と引き換えにその物の所有権を譲り渡すという小売り店にたどり着くわけですよね。そのように、えー、財が あの価値を持ったものが物理的に輸送され、管理され、販売され、引き渡されるという意味において、実は情報流通と、例えばですけど、バナナの流通の間に大きな差はないわけですよ。まあ、バナナ腐,腐って本は腐りませんけど、その程度の差なわけですよね。え最後にはえ、バナナの所有権が八百屋さんによって管理され、お金と引き上げでないと渡さないよっていうふうに言われるのと同じように、 本屋さんがあって、その中にストアされた物理的な媒体をお金と引き換えに引き渡すという管理が行われていたわけですね。したがって、この引き渡しの時点で誰に渡されるかということをチェックし、君18歳未満じゃないみたいなことを言って、その身分証明書を確認するということが、まあできたわけです。もちろんパーフェクトではなく穴はあ,りあったわけですね。例えば万引きをすれば、 中学生でもポルノが入手できちゃったかもしれません。あるいは、日本国内でどういう出版、どういう例えばポルノが合法ですかっていうのは日本の法律によって規制されているけれども、海外、規制の違う海外で買ってトランクの底に隠して持ち込んできちゃうとか、あるいは通信販売で海外から入手しちゃうっていうことはできました。できましたが、 まあ、国内と国外の境界線には、まあ、イラスト屋さん、こんなものまで作ってたんだたと思って探したらあったんで持ってきましたけど、まあ、こういう検査も入るわけですし、えー、成功確率はそんなに高くはないですと。あるいはそれは流通量という目で見れば、やはりごく一部であって、全体としてのコントロールが大体成功するという事態に大きな障害を生じさせるところまではいかなかったわけですね。えー、従って まああの法による流通規制によってアクセスコントロールができていたということはできるでしょうし、あとの論点とも関係してきますけれども、自治体という特定のエリアを管轄している法制定主体によるまあ規制というのが、そのエリアにおいては有効に周知され、有効に機能することが期待できたわけですね、あるいは逆に、さらに言うと、それはエリアとエリアで違ってもいいですと。 えつまり、えー、例えば神奈川県は神奈川県内で規制をします、えー、石川県は石川県の考え方で規制をします、だけどほとんどの人は自分の住所がある自治体とその周辺で生活をするわけですから、えー、他の自治体がどういう規制をしていようは自分の人生にほとんど関係はないし、えー、だからまあそれはそれでいいんじゃないですかというふうに住みかけることが可能だったわけです。ところが、デジタル化がそれを変えてしまったわけ。 ですよね、デジタル外交にと住んでいる我々にとって情報ニュース、情報が流通する手段というのは、もはや媒体を経由しない形が非常に大きくなってきているわけですね。つまり、インターネットを経由して、物理的なものに加担することなく、情報それ自体が流通するような事態というのが、我々の前には拡大しているということになる。それによって我々は、物理的な距離であるとか、重量であるとか、 そういったものの制約なく情報を入手できるという大きな力を得ました。我々個人一人一人の個人は情報を探し出し、得ること、入手することのできる力、これを与えられた、まあ、エンパワーメントされたっていうふうに言うことができるでしょう。必然的に国境を越えた情報流通も大きく拡大することになりました。が、ということはつまり、国家による規制。 というものがどんどん弱体化してきているということを意味するわけですね。えー、漫画村があれだけまあ、のさばったのも、えー、クラウドフレアという海外企業のサービスを利用してサービ、えー展えー、展開していたっていうのは一つの大きな理由だったわけですね。日本国政府があ警察官を動員して抑えに行く先というものが国内にないというのは非常に大きな問題だったわけです。あるいは、 まあ、ポルノグラフィーについて言うならば、あ海外に設置されたサーバーで、えーまあ、明らかに日本人が作って日本人向けなんだなと思うようなポルノグラフィーが公開され、販売されていたりするのに対して、日本国政府がパッとそのサーバーをえあの差し押さえに行くとですね、えー、出演者、制作者を捕まえに行くということはできていないわけですね。まあ、当然ですが、このような状況は、 あ少なくとも、まあ、一部の人の観点から見れば違法だったり有害だったりするような情報の流通を拡大させることにつながっており、えー、それに対する手が打ててないという苛立ちを募らせているとこういう状況でもあるでしょう、まあ、先ほどポルノグラフィーの例を挙げましたけれども実はまあ安倍総理暗殺事件で問題になった銃器というのも国際的には えー、規制にに非常に強い濃淡がある領域ですね日本ではピストルを合法的に所有することはほぼ不可能に近いわけですけれども、えー、とピストルの所保持所有許可は、えー、と全国で50人ぐらいに出てるって言いましたかね、えー、ほとんどがあのピストル競技の,あのアスリートで、えー、現役の警察官か自衛官で。 がほととんどであるといいう,うに聞いております、まあ、一般人のお手、えー、目からすると、ピストルを持つことはできないし、それを持ったり作ったり買ったり貸したりすること自体がもう違法行為であるというふうに厳しく規制されているようなものだということになる。しかし、ご承知だと思いますが、まあ、一応、お隣の国、アメリカでは、武装する権利が憲法上保障されているわけですね、憲法第二修正で。 保障されており銃器を持つこと自体が一人前の市民になったということだみたいなことを言う人たちも少なからずいるわけですえ当然銃撃ったらどうなるか銃を撃つにはどうするか、えー、そういう銃のお手入れどうしたらいいかみたいな情報も何の危険もないどころかむしろ有用な情報として共有されているこういう状態があるわけですねえそ,れをそこで、えー、まああの ここで述べたようなエンパワーメントの問題から、規制漏れが生じているという危機意識がまあ背景にあ出てきて、先ほど安倍首相暗殺事件なんかを巡っても巻き起こっているのだろうというふうに言うことができるだろうと思います。次、お願いします。で、まあ、その規制自体が悪いというわけではないんだということもまあ確認しておかなきゃいけないわけですね。えーと もちろん、規制自体は我々の自由を制限することなわけですけれども、えー、加害行為が規制されていることによって、我々が手に入れられる安全や安心というのも確実に存在するわけです。先ほど言いましたが、日本ではピストルを合法的に処理することがほぼできません。結果として銃器による犯罪もごくわずかな数しか起きておらず、我々は道を歩いていて、いきなりあの、まあ、ピストルを持ったあ強盗が襲ってきて、あのー 手を挙げろって言われるような危険性がないというふうに信じて日々を送ることができているわけですこのような安全安心を保障するために自主的な努力が行われるケースもまあ実際にあって例えばですけれどもテレビドラマに登場してくる大学っていうのは特定の現実のものを使うとその描写自体が現実の大学に被害を加えてしまう可能性がありますから、まあ、大体城東大学とか言うんだよね。 <laughs> あのえー、みんなで便利に使える架空,な名前架空の大学の名前っていうのがしばしば登場することになっているわけですしあの、推理ドラマなんかで、ね、よく相手を眠らせるのにクロロホームル使うんですよね。あれ、実際にはほぼやれないから、あえてやっているっていう話は聞いたことがあります。クロロホームは劇物でして、あのハンカチにしあの染み込ませて、相手の口元に近づけ,近づけたら、ふーって眠くなるみたいなことは絶対ない。 えー、ないから模倣犯が出ないのでああいう形の情報の描写にしてあるんだっていうのも、えー、多分事実なわけですよね、えー。つまり情報は出さなきゃいけないとしても出し方の工夫をすることによって損害を限定するというような規律の仕方でバランスを取ることも本来は考えられるはずだよねと思います。もう一つ えっと規制を認めることによって、実は認めた以外の規制ができなくなるという権力に対する制約としても機能する可能性があるのだということも注視しておく必要があるだろうと思います。えー、この点はあのよく忘れ,られがち忘れられがちなことなんですけれども、あのまあ、例えばコロナ対策でもそうです。えー、フランスとかドイツでは、 法律によってコロナ対策でこういうことをやるんだっていうのを国民に強制したわけですね。例えばロックダウンで外出しちゃいけません、外出したら罰金ですよっていうふうに強制を加えたわけです。しかし逆に言うと、その条件にかかってないところなら何してもいいはずだっていうふうに自由の保障があるというを見解くこともできるし、その規制の根拠法の有効性をめぐって訴訟で争うということもできるわけです。 何を言ってるかというと、そういう法による規制を一切行わなかった日本において何が起きたかというと、なんとなくぼやっとマスクしてくださいみたいなことが要請され、なんとなくぼやっと従わなきゃいけないんじゃないかとみんなが思い、その規制のな、その要請の内容がまたあやふやなわけですね、えー。マスクをつけましょうって言ったり、運動の時につけていると危ないから熱中症が危ないので外しましょうって言ったり。でも こう屋外で人が多かったらやっぱりつけてくださいみたいなことを言ったりして、結局どう、何に従ったらいいのかしらって、我々が誰も分からなくて悩むと、しかもそれはすべて要請なので、それは本当に必要なのかとか、憲法適合的だとかということを争うこともできない、こういうぼんやりふわふわとした、なんとなく不空気に従ったコントロールの方が本当にいいのか、それは実は規制が持つ自由の保障機能というのをないがしろにしてるんではないか。 という疑問を持つこととも必要だと思いますえこの観点から言うと、先ほど述べたような物理的な書店を介した流通規制っていうのは、あくまでその場で年齢確認するんですよね。で記録も取らないし、えー、その場では確かにそういう人の名前とか生年月日とか見るかもしれないけど、大体生身の人間が覚えてられないわけですよね。したがって公権力が、あるいは公権力の代替として取り締まりを行っている書店が、 過度に対象者の情報を収集することがないというような意味も内包されているわけですね。このように規制というものが多様な側面を持っているということを前提に議論する必要が本来はあるだろうというふうに思うわけです。次お願いします。で、そういった事柄を踏まえた上でですね、ちょっと最初の,あの鳥取県有害条例、有害図書規制問題なんかを考えてみると、 かなりこのあたりに問題が出てきている状況にあるっていうことを、我々はちょっと踏まえておかないといけないだろうと思っていますえ。最初に確認したように、鳥取県事件においては、条例によってインターネット上の売買に規制が及んだんですね。えとなると、あのまあ、これは最終的には条例の解釈、あるいはまあ訴訟で争われた場合にその判決事例になるわけですが、あのまあ、こう鳥取県外にある。 あるいはさらに言うと、国外にある事業者であったとしても、購入者が鳥取県内の青少年であるならば、鳥取県内で販売したというふうには鳥取県は当然考えるわけでしょうし、それによって取締りを行うことが想定されると、そうなると、実質的には域外にいる事業者に対しても規制の効果が及んでしまう可能性が非常に高いというか、まあ、現実で及んでいるわけですね。 これ、実は先例がやっぱりありまして、えっと、2005年に東京都が条例、青少年健全育成条例でしたかね、を改正して、不健全図書の放送規定をかけたわけですね。わかりやすく言うと、コンビニに並べる成人向け雑誌について密封しろというようなことを要求したわけです。でご存知だと思いますが、このまあ波及的効果として、成人向け雑誌のコンビニにおける販売はほぼ絶滅しました。 全国的にですね。えー、まあ、他の理由もあったんですけれども、非常に大きいのは、出版物にが持つ特殊な、あとかえー、と製造・流通過程の偏りですね。ご承知だと思いますが、日本の有料大手出版社のほとんどは東京にあります。あの東京都内にあるわけですね。えっ、ー、と、角川の本社は今、埼玉行ったんですか、あの建物はね。えー、ベネッセは、あの本社は岡山です。 ただ、どちらにせよ、えー、製造流通過程の大部分を東京都内の事業所に依存しているというのは実は変わらないわけでして、えー、そうすると、えー、東京都における規制がにを遵守しなければならないとなると、結局、製造流通過程で、えー、他のの、えー、道府県のものと分離することができない。 えー、他の道府県で、例えば製造・流通過程をすべて行うことによって、東京を経ない流通を行うみたいなことが不可能になっているわけですね、えー。この結果として、東京都条例で規制をかけると、都の条例のはずなのに、本来影響を受けないはずの他の46道府県の事業者、個人まで影響が及ぶというような状況が生じているわけです。 これは、まあ、条例制定権っていうのは憲法94条で法律の範囲内でとかですね。地方自治法では法令に違反しない限りって書かれているものとどうも食い違っているのではないか。各自治体が各自治体のことを決めていいですよっていうのは地方自治の本旨であったはずであるところ、それを逸脱した状態をもたらしているのではないかという批判ができるところだと思います。二つ目は、 こういうことを放置しておくとどうなるかっていう話なんですけど、日本に自治体って1800ぐらいあるんですよ、えー。47都道府県と市町村が1718あります。えー、なお、これは北方領土にある市町,あ市町村を含みませんが、私の政治的主張を込めたものではありません。えー、とにかくですね、これら1800近くの自治体がすべて独自の規制を独自の視点で導入する可能性がある。そうすると、 全国に向けて事業を行っている事業者は、どうすればいいのか。そのすべてに配慮して、安全な領域にビジネスを縮小させるしかないのではないかといったことが懸念されるわけですね。えっと、実はこれが個人情報保護において生じていた問題です。いわゆる条例2000個問題っていうんですが、それぞれの自治体の個人情報保護については、 えー、自治体条例でそれぞれ規定することになっていたので、日本に条例が2000個ぐらいあったんですね、えー。結果として、例えば住民の医療情報を活用したビジネスをしたいと思うあの事業者は、うん、事業者さんはあ、関係のある自治体すべての個人情報保護条例を何とかして集めて、えー、それに応じて大丈夫なサービスで何かしらみたいなことを設計する必要があって、まあ、あの情報収集コストがシャレにならないと。 いうことが問題として指摘された。情報利活用を過度に阻害しているという批判がなされ、結果的に昨年ですね、えー、令和3年の改正でやめることになりました。個人情報保護法に一本化し、所管も個人情報保護委員会にまとめるということで、えー、要するに住んでいる自治体が違っても、 同じように全国的に展開しているサービスの利用者だったり、えー、納税者だったりするわけですから、それは同一基準で扱うことを原則としましょうというふうにシステムを変えたわけですね。それを考えると、今の例えば有害図書規制ってこれでいいのかしらというのは問題として指摘できるところです。まあ、あとですね、これはまあちょっと正面から言うのはちょっと何なんですけども。 そもそも先ほど来申し上げているとおり、情報に関する流通規制ってかなりバランスが重要になってくるわけですね。情報の種類によって、それに応じた規制の仕方というのを考えるべきだよねってことになっているところ、その1800の自治体が本当に適切な考慮のもとに条例を制定し、運用しているんですかっていうのは、まあ一、やっぱり言っとかなきゃいかんことだろうと思います。 そもそも、まあ、有害図書もそうですし、あと、いわゆる児童売買春の話もそうですし、えー、っと、児童じゃないですあの、未成年者の売買春ですね、の話もそうですし、盗撮などの迷惑行為についてもそうなんですけど、なんで条例で規制しているのっていうのは、実はよくわかんないんですよね。有害条例はまだあの、規制にムラがあるので、一応理解できたかないんですけど、例えば、えー、っと、盗撮行為って、 47都道府県全部で違法なんですよ。あの条例で、えー、やっちゃダメって書いてある。あるいはああいやいや、未成年者に対する売買収についても、これはあの長野県がずっとなかったりしたんですけど、まあや、やっぱり規制したんですよね。47都道府県全部で違法行為にしてるんだったら、条例で独自性を持たせる意味が何一つないでしょっていうふうに、法技術的には思います。 じゃあなんでそんなことになってるのっていうと、まあ、条例にしたかったんじゃないですかっていう疑いは出てくるわけです。何を言ってるかというと、政府が作る、つまり政府レベルの国会で作る法律の場合には、制定前に相当の、やっぱり制定時に相当の議論が行われます。でそれは国会という人々もメディアも注目している場で行われますし、その前段階として、内閣提出法案の場合には、内閣法制局審査っていうのが入ります。 まあ最近だいぶへたれてるんで、昔ほど協力だかどうか分かりませんけども、そこで特に憲法適合性については相当厳しい目で見られるというような定評があるわけですね。で、そう考えると、実は今挙げてきた行為類型って、大体そのあたりで揉めそうな案件なんですよ。つまり、有害図書の場合には出版物規制であるから言論の自由とか、あるいは検閲の禁止に引っかかる可能性が出てくると。 えー、未成年売買収の場合には、ああ、ごめんなさい、未成年と性交渉ですね、については、ああ、これはそもそもああ、のー、まあ、婚姻の自由とかですね、えー、そういった元の関係も出てくる,であるというの婚姻適齢との問題も出てくると。で、えっ、ー、と、迷惑行為についても、えー、その、そもそも、あのなんていうんですか、えっ、ー、とー、 刑罰規定の要件の厳格な取り決めができているかといったようなこと、つまり、えー、過度に処罰範囲が拡大しないようにきちんと条文が作られているかといったところで非常に問題になりそうなんですね。というのは、迷惑行為って、あの盗撮ってあの除きは軽犯罪法で処罰されてるんですけど、あの法律レベルですね。軽犯罪法ってすごい古い内容の法律で、 えっと、条文の書き方がすごく広範なんですよ。えー、で、えーと、例えばあの、尻太ももをみだらに露出したものみたいなのが書いてあって、えー、そうすると、おみこし担いでいる締め込みのおっちゃんたちはみんな捕まるのかみたいな風に条文上読めるようになってるわけですね。うんえー、非常に広範な規定を置いて、それを現場の警察の裁量で運用適切に運用できるようにしようみたいなものことを考えて作られた法律なんで、 ちょっと現代的な評価からすると、先ほどの合憲性とか、国会の審査を通るかとか、非常に怪しいで、そういう問題を起こしちゃうことを恐れて、要するに目立たないように条例という形で、つまり法規制に対する規制を選択しているんじゃないのっていうのは疑われるところなんですね。で仮にそうだとするならば、それはどこがやってるかというと、警察であるっていうのは否定できないところで。 先ほど安倍総理暗殺事件との関係でもちょっと問題視されていましたけれども、その正直な話、例えばああいう技術工作系の情報の取り締まりをしたいならしたいで、国会レベルで正面から提案してくれれば、それはまだ議論のしようも叩きようもあるのですが、 今回の,その鳥取県事件のように、すでに成立している都道府県の住外図書関係規制の枠組みですっと入ってきちゃうようなことがないかという点については、え注視しておく必要があるだろうというふうに思うところです。次お願いします。あともう一つですね、我々がかなり真剣に議論しなきゃいけないのは、プラットフォーマーの権力ってところだと思うんですよ。え何を言ってるかというと、あの 確かに例えば Amazon は私の情報を非常に多く持っています。私多くの本を Amazon で購入してますので、私がどういう趣味を持っていて、どういう本が好きかっていうのを Amazon はよく知っています。しかし、本当は Amazon が把握しているのは私じゃないんです。私のアカウントですよね。で、アカウントを作るために何が必要かというと、えー、Amazon の場合はですね、自称の氏名と連絡先ですよ、ね。 えー、携帯電話番号とかメールアドレスがあればよくって、逆に言うとそれが複数あれば複数のアカウントを作ることもできるし、注文を分散させることもできて、自分の本当のアイデンティティを隠すことも、隠すっていうか、あの統合されないように分けることも可能なわけです。支払い手段についても匿名性を維持する方法もなくはありません。まあ全部アマゾン、電子マネーかかってくるわけですね。で、年齢も えー、例えば、お酒買おうとすると、あなた何,何歳ですか、何年、何月、何日生まれですかって確認されるんですか、それ事象なんですよ。えー、そうすると、私はやっぱりフェイクアイデンティティを作る、あるいはもう一人の私を作ることによって、アマゾンによる過度の把握ですね、私の記憶が全て認証の集中されることを回避することができるようになっているわけです。ところが、 鳥取県条例を遵守しようと思ったら何が必要になってくるかというと、本人確認ですよね。先ほど言ったとった通り、買う人が本当にその人なんですか、その人は何年何歳、何年何月何日名の誰なんですかということを公的な身分証などによって確認する必要があるわけです。公的な身分証で確認するっていうのは、例えば本屋のお店頭で、えーまあ、あの政治向け書籍買うとか、 コンビニでお酒買うときと同じです。だけど違うのは人間が見るんじゃなくてシステムが記録するってことですね。ということは名寄せと追跡が可能になるわけで、私の例えば文化的な教授、情報収集の全体が丸裸になってしまうということになるわけです。あの、ちょっと正直に言いますけど、あの、ま、今回鳥取県で有害図書条例、有害図書指定されて Amazon 販売を停止しましたが、私、停止してくれてよかったと思いました。 アマゾンが鳥取県条例を誠実に遵守するために、本人確認の取り組みを進めるぐらいだったら、まだましですね。他の本屋から買えるかもしれない、直接買えばいい、本屋行って買えばいいっていう自由が残る、今のアマゾンの体制の方が良いと思いますし、アマゾンも、まあ、実はそう考えたかもしれないですね。この条例を遵守しようと思えば、我々は今までこう踏み込んでいなかった領域に、 突入しちゃうよね。それを逆に言うと、貢権力の側からお引き起こすべきなんですかっていうことは、真剣に考えなきゃいけないと思っています。はい、次お願いします。えー、すいません、長くなってきましたが、まとめます。えー、っと、ポイントの一つはですね、危険な情報といっても多様であって、えー、自由や必要性とのバランスは細かく考える必要があるし、それがきちんと適切にバランスされているが、考慮されているかということを担保するために、 情報公開やアカウンタビリティを確保する仕組みというのが必ず必要であるということですね。その意味では、あその有害図書指定したのはいいとして、議事録も出てこないと,いうことです、ね、理由は聞かないと教えないみたいな条例の運用をやってちゃだめなんじゃないですかというのは、鳥取県には本気で申し上げたいところです。それから条例による分散的規制っていうのが、まあ、結構あちこちで行われてるんですが、これはやっぱりかなり問題があるでしょうと。 えつまりそうやって分散させていると、アカウンタビリティの確保にせよ、検討にせよ、非常に難しくなってきちゃうわけですし、えー、先ほど説明したように、他の地域であるとか、プラットフォーマーの権力強化に結びつきかねないという打球効果もあるわけですよね。えー、こういった問題も視野に入れて、それでもなおこういった手段を活用していくか、その活用を許していくべきかということについては、真剣に考慮する必要があるだろうというふうに思っています。 はい、すいません。ちょっと長くなりましたが、私からのお話は以上です。ご清聴ありがとうございました。